あ、ストレスにね強いのをね、まあ僕みたいに生きることですね。まあそれは冗談として、冗談でもないんですけど、僕はこう考えてます。これ脳科学的にもそれが言えるんですけど、世の中のことを自分がコントロールできることとできないことに分けて、コントロールできることについてはベストを尽くすと、コントロールができないことについてはもう諦めると、これをやるとですね、ストレスはほぼ解消されます。というのは、そのストレスの大きな部分っては人間関係なんですね。で、他人は自分ではコントロールできないんですよ。例えば上司がですね、いくら部下に一生懸命仕事してくれようと思っても、部下が仕事するかしないかっていうのは自分ではコントロールできませんよね。誰か好きな人がいて、僕のことを好きになってくれないかな、私のことを好きになってくれないかなと思ったとしても、その人の心はコントロールできないですよね。子供に勉強してくれって思ってても、子供が勉強しなかったら、でもいくら親でも子供の心はコントロールできないですよね。だからそういう時には、まあ、部下が一生懸命仕事をするように、相手が、自分のことを好きになってくれるように、あるいは子供が勉強するように努力をする、できる部分はする。で、その結果相手がどういう風になるかっていうのは、もう相手に任せる、ある意味で諦めると、このようにするとですね、ストレスをほとんど感じない脳になります。で、僕は実は自分は努力一生懸命しますけど、自分の周りのことは全部諦めてるんです。今しね、Competition, connection. Université imaginée.リニューアルしてスタートしたイマジネ大学。クリエイターの発想の種、イマジネから。クリエイティブのヒントを得る、気づきを学ぶ番組です。まずはこちらから。この番組はエイブル、人の時を思う JT の提供でお送りします。結構居心地いいですね。テキスタイルデザイナーの須藤玲子です。テキスタイルデザイナーになりたい君へ、ちょっとお話をいたします。もう私たち人間が裸で過ごすことをやめた時から、もうテキスタイルは常にこう近いところにあって、もちろんテキスタイルがなかったら今生きていけないような時代になってきてるわけですし、だからそれだけものすごく私たち人間の体にも生活にもすごく近いところにあるものなので、テキスタイルの役割っていうのは、本当私たち人間がこう快適に住むためにどうしたらいいのかっていう工夫、言ってみればテキスタイルをデザインするってことは生活をデザインすることっていうことも言えるのかなと思うんですよね。例えばテキスタイルって色があって、こう模様があって、パターンがあって、手触りみたいな、こうザラザラしてるなとか、いろんなこう風合いがあるんだけれども、なんで色をつけたのかしらとかって考えると、例えば藍で染めたら蛇に噛まれないとかね、あるいは武士はみんな藍の着物を着てたわけですよね。それはだから血止めの役があるだとか、あと女性はみんな紅色の腰巻きをしてましたけど、やっぱり保温性があるだとかで、黄色いウコンで染めた風呂敷に大事なものをもうみんなこう包んでて、着物なんかもみんな黄色い風呂敷に包んでたと思うんですけどね。それはやっぱり色の役割で、虫食わない。今の時代は色は
太陽光線すごく強くなってきていて、やっぱり色が褪せてしまうから、逆にその光を遮ったりとか温度を下げたりっていうような生地その布そのものができてきて、色の役割だけじゃなくていろんなその気候変動にこう対応するような技術もどんどん発展してきてるっていう意味では、常になんか私たちの日常生活とともにこうどんどんあのデザインも技術も発展してるのかなっていうふうに思いますよね。すごく面白いと思うんですよね。そういう意味で言うと、雨風からどうやって自分の体を守ろうかっていうような、すごく生活の必然から生まれていろんなデザインが生まれてると思うんですけど、かつてほらレインコートの代わりに日本の農村なんかだと美濃でできたコートを着てたわけだけれども、それこう 縦にこう芝があるので、藁の芝をこう伝って水が落ちていって弾くみたいなね。でそしたら布も何かこう凹凸を入れてあげたらそこから水が弾くんじゃないかとかっていう発想になったりとか、やっぱり日本ってすごく暑い国 でこのムシムシしているあの気候をどうやって快適に過ごそうかって先人たちはいろいろ知恵を出し合うわけですけど、その時に糸にこうよりをかけてあげると、よりが戻ろう戻ろうとして、戻ろうとする糸同士がこう絡んでちっちゃな脂肪ができるんですよね。でそれがこう繊維が肌につけばつくほど暑いわけで、肌から離れれば離れるほど涼しいわけですよね、間に風が通るので。だからそういう工夫もしてたし、こんな切れがあったらいいのになとか、こんな風になったらきっと気持ちいいだろうなっていうようなところから、こうテキスタイルの新しい開発だとかデザインができたりしてるのかなと思います。意外にそのテキスタイルの技術っていろんなジャンルに影響を与えていて、カセットテープが帯を作る人たちの技術が使われてるんですって。私たちの身を守るため、あるいはちょっとかっこよく見せるために帯、あ隣の違うぞとか、あのそういう目的から生まれたものが次 の違うジャンルにプロダクトを生んだりとか、あるいは最近で言うと、ここにあるこのね、これケミカルレースっていう技法なんですね。でこれレースみたいなんですけど、もともとはその溶ける布の上にステッチをする技法で、この技法を使って今あの欧米 の医療現場では人工の関節とかができていて、それがものすごい綺麗なレースなんですよ。例えばそういうところにこう広がっていくと、人工関節入れてなんかボルトでなんとかでみたいな気持ちがね、あそこにこんな綺麗なレース の人工骨が入ってるみたいな、関節が入ってるっていうような気分になっただけで結構気分があの変わるでしょ。何かそういう役割ってあの着ててもそうだしね、今日はどこに行くからこんな格好にとかっていうことももうすごく身近にやってるんだと思うんですけど、それをこう一つ一つ意識していくと、だんだんあのテキスタイルの目が見えてきて、あこれ織物だとかね、これ編み物だとかね、そんなテキスタイルの目にこうなっていくんじゃないかなって、解像度がどんどん上がっていくんじゃないかと思うので、ちょっと見てもらえたら面白いんじゃないかなと思いますね。縄文時代からスティーブあったんだって。でも土器を作るとかって確かに、確かに、ね、クリエイターアトソノユカイナナカマチ、クリエイターとその愉快な仲間たち。今月のマンスリーゲストは株式会社スティームの代表取締役中島幸子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやたくさんのお顔をお持ちですけれども、はい、今回スティームのお話ということで、スティームどんな意味
があるんですか？スティーム、もともとなんかSTEM教育っていうのが始まりまして、サイエンスの S とテクノロジー技術の T、 エンジニアリングものづくり工学の E、 それからもともとはSTEMなので M のところがマスマリクスの M っていう形になってるんですけれど、なんかその4つをなんかこう横断するような学びのことをSTEM教育、ただそこにアートあるいはアーツが入ってきて、なんかアートといえばアートデザイン、アーツだとリベラルアーツみたいな、そんなものを混じり合って、まあ、新しい STEM 教育っていうふうに言われているんですけれど、もともとのこの STEM 教育のところからプラスアーツだったりアートの A の大切さってどんな部分なんですかね、はい、なんか大きく2つと思ってて、アートって言った時にアートって絵を描いたり物を作ったりもするんだけど、なんか一番の根幹はなんか世界を見る新しい視点を生み出すことがアートなんだと、まさにアートってそうだと思うんですよね。日本ちょっともったいなくて、美術とか図工の時間にそんなにそのコンセプトっていうか何を描きたいかとかあまりやらないじゃないですか。でもあそこはすごく面白いところで、描けるのも楽しいんだけど、それによってなんか何を表現したいかみたいなところってすごい、だそれがアート。ただ S をつけるとアーツになって、なんか日本だとこっちの方がより分かりやすいかなと思ってるんですけども、法律でも政治でも何でもありみたいな。日本的な文脈で言うと STEM っていうと、え、文系の私たちはどうすればいいの？そうそうそう、っていう人がいるから、それはアーツに入ってるだろうっていう。そうそうそう、だからなんか、はい、よく学生というのはあれですよね、例えば自動運転っていうのは、うん、テクノロジーとかサイエンスの問題でもあるけど、あの法律、はい、そうですね、事故が起こったら誰の責任なのとか、そう今ないですからね。だからそういうのまさに文系の話でもあるしっていう。もともと中島さんは教育分野をしようと思われたきっかけとかはあったんですか？そうですね、なんか自分がまあやっぱり数学オリンピックがあって救われたところは若干あって、なんかやばい、救われたんですか？ちょっとそれ深掘りしていいですか？え、どういうことですか？なんでしょう、やっぱりやっぱり学校でロンリーネスだったというか、なんでしょう、だから答えがない世界は好きだったんですよ、国語とか社会とか。でもやっぱり数学とかってもうちょっと学校だともうちょっとなんか答えがあったりとかするけど、なんか いくらでもいけるみたいな感じので、大学に入って、でもそういうなんか現代数学の面白さみたいなの、基本的に誰しもそういう考え方に出会うと開くような概念って数学の中にいっぱいあって、現代数学を数学科だけのものにするにはもったいないと、そこから始まったわけですね。そう、いや僕タラちゃんにおそらく一番あの分かりやすくお伝えしようと思ったら、はい、うん、集合ってやったじゃん、はい、ベン図とか、はい、あれ何のためにやってるかって分かんないじゃん。確かに、だって帽子をかけて眼鏡を かけてる人は何人でしょうとか、そんなことどうでもいいわみたいな現代数学においては、はい、まあ、ここに専門家がいらっしゃるんですけど、いやいや、そもそも自然数というか1、2、数字って我々あると思ってるけど、あれ数字って何なのってちゃんとやろうと思ったら、うん、実は集合を使わないと説明できないんだよってことですよね。そうですね、そう、そこまで行って初めて、あ、そのためには集合とかやってたんだっていうね。う、まあ、めっちゃ深い話ですけどそれこそ2とは何でやみたいな、そういうことを本当はお伝えしないといけないんですよね。でもそうなんですよ、なんかだからそう当たり前のことじゃないよ、2たす3は5なんだって、ね、教えられるけど、いや2ってなんだっけ、足し算ってなんだっけとか難しいけど、でもそういう考え方を知るだけでちょっとあってなるじゃないですか、うん、なんか子どもたちにもっとこう開かれた場で伝えられるところを作りたいなと思って、大学生の時から、まあ、実は私が高校の時から先輩たちが作り始めた場があって、その時に一方的に教えるよりはやっぱりなんか手を使ったり自分でちょっと考えてもらうとか、そういうのがないとやっぱり伝わらないんですよね、現代数学の本当の意味みたいなのってなかなか。でそんなことやってるうちにだんだん教育ってめちゃめちゃ面白いなと思い始めて、そんな時にその STEAM っていう考え方みたいなのを知って、これ使えるなって思って、やっぱり本当中島さんみたいにあの楽しそうに話すのがいいね、ね、いや面白いんだよって言うと、この先生が言うんだったら面白いのかもしれないって思う、面白いのかもしれないって思うよね、うん、いやあのリチャード・ファインマンって物理学者がいて、あの、はい、なんかすごいノーベル賞もらったすごい人なんだけど、その人の喋り方もなんか中島さんみたいで、いや面白くてさってなんか本当に楽しそうに笑いながら喋るよね、ファインマン。いやファインマンさんでもだからそれ大事じゃん、こんな難しい、はい、この数学覚えなさい、ダメですってそれじゃない。私めっちゃ覚えてます、あの高校の時の世界史の先生がそれで、うん、めちゃくちゃ楽しそうに話すから私たちも楽しくって、うん、みんな成績が良かったんですよ。大事だよね、楽しそうに話すのってね
そのよくスティームは最近アメリカで作られてとか言うからもうだんだん面倒くさくなってきて、いや縄文時代からスティームあったんだって言うように、でも土器を作るとかって材質考えるし大きさ考えるしアートでもあるし、確かに、ね、エンジニアリングだしまさに、でも確かにおっしゃるようにスティームって書いると洋物のような感じですよ、外国からなんか、ね、ね、だけどおっしゃるように例えば日本人って関隆和って和山ってさ、うん、そうですね、こんな問題解けちゃったんだけど、解けあるんだけどとか言ってそれを神社に奉納してたんだよね、山岳をね、うんうん、でそれが実は当時のヨーロッパと比べてもかなり高度な、そうそう面白いんですよ、でも面白いですよね、問題を奉納して、ね、みんなそれ来て解いたりどうや答えは出さないっていう、そうだからあんまりだからそのスティームとか言って洋物っていうか向こうから来たもんだと思う必要も、うん、だけもでもないってことだよね、全然ないですね、今やっぱりデジタルでそれこそ YouTube とか、うん、もう今当たり前みたいにあるけど21世紀になってからじゃないですか、全部この辺だからなんか動画で何か編集するとか自分で撮るとかで、それこそ何かアニメーション作ってみるとか、今もありとあらゆる人がやって公開して共有して、まだね、あと中島さん、ま、この大学のなんか教授になるために生まれてきたみたいな、みんながクリエイターっていうみんながクリエイター、あすごい、なんかオバマさんとかはだからゲームをするだけじゃなくて作る人になろうよとか、アプリをダウンロードするだけじゃなくてデザインする側になろうよみたいなこと言ってて、うまい言い方するなって思ってました。確かにな、うん、これだとみんなの心に届きますよね。そうですね、で今なんかちょっと未来の地球学校って呼んでですね、地球全体をある種の学校で、でもいろんな学校とかあとミュージアムとか企業が持っている場とかつないでなんか作っていくぞ、でみんなが本当に作り手なんだっていう、まさにそんな感じのことを、まあ、未来の地球学校と総称して一応その万博のクラゲ館につなげていくっていう構想でやってるんですけど、なんかその時にねいろいろ作ってるものをちょっともしよかったら見ていただく、これは実は私の方でやったスライムでなんか楽器を作る、子供はスライム大好きですよね、大好きですね、ニューヨークいいのはやっぱりニューヨーク2年ほどいたんですけど、ミュージアムとかでそういうちょっと提案出すと、あやってみてごらんって場所くれて、でみんな来て、あ面白いねとか、コングラチュレーションズ、アイデアをなんか実現できておめでとうみたいな感じで、もうなんかそんなこととか、あとまあ数学をもっと女の子たちに伝えたいというのは、うん、お母さんと娘さんとで一緒にやる、塗り絵なら私も楽しくできそう、うん、そうそう、なんかデザインとか、うん、これも企画者が女性たちだからこそなんか出てくる結構デリケートな、おじさんが言っちゃダメです、おじさんが数字でしたら言っちゃダメです、僕も入ろうかしら、はい、やめろって、健康で健康で入りましょうかね、今そのさっき言ったすごい、すごい、こんなずらーって子ども園とか、あと、葛飾ろう学校とか、あと八重山特別支援学校、宮古特別支援学校で、大学も結構入ってもらったりで、今はカンボジアとかドミニカ、ニューヨーク、今年多分マレーシア、モンゴル、ドイツ、シンガポールとか多分広げられるというのを今調整しているところなんですけど、結構つながっていて、でただつながってるだけじゃなくて、一応私たち F でって呼んでるんですけど、例えばプログラミングだったりロボティクスだったり、別にそれって大した話じゃないって大変ですけど、プログラミングできたからどうこうじゃないんだけど、ただプログラミングって結構思ってる以上にできると楽しいっていうか、やっぱり頭の中がこう可視化できる、なんか知らないのもったいないっていう意味だけで、今まだ知ってる人ってどうしても限られてるから、なんかプログラミングとかロボティクスとか、いわゆるそういうテクノロジーの、アートとテクノロジーみたいなところを F でとして渡して、選びたかったら選んでればいいみたいな、合う人は選んだら、確かに組んでみるとさ意外とバグったりするし、うん、それまた面白かったりする、そうそうなんですよ、なんか試行錯誤ですから ね、うん、やったことないな、やってみたい、絶対もったい、絶対ハマるって、多分ハマりそう、絶対ハマる、さっきからずっとねそれ、そうなんですよ、止まらない、だからこういうね物と遊ぶのも同じで、でもそれがコンピューターさんとのやり取りになるっていうか、うん、その先生がこう今まで教えてくれてたのが、プログラミング教育っていうのはコンピューターさんに教えてあげる教育であると、だからなんか育児とか教育と一緒で難しいわけじゃないですか、コンピューターさん思うようにこう言ったはずなのにみたいな、うん、いやコンピューターってめっちゃ素直なやつだから、そうそう言ったことしかやんないからね、そうなんですよ、ちょっとここにピリオドがありませんでしたみたいなんでちょっとね困ってたりするわけで、最近だいぶ親切になってきましたけど実はですね、今日カンボジアの皆さん入っててもらっていて、そう、今日特にご紹介としてはカンボジアの方々が面白くって、
カンボジアのどういう方々ですか？山本日本語学校っていう日本語喋れる方々なんですよ。めちゃめちゃハマってメディアアーティストみたいに今なっていて、もすごいんですよ。あ、これ見て見てカンボジアで、特にこのカンボジアの魅力をじゃあこのプログラミングで伝えればいいんじゃないかって、これとか例えば右上のやつで これトンレサップ湖で、そうですね、あの水上で暮らしている人たちがいると、私もこれのおかげで初めてだいぶ知ったんですけど、本当にゆらゆら揺れていて、学校とかもそうですねあるし、なんか毎日のねご飯とかもなんか売りに来てくれるらしいんですね。そう、映像で見たことあるかも。そう、それをなんかこういうアートで表現してくれたり、これめっちゃなんかその時土地土地のユニークなカルチャー、そうなんですよ、反映した。面白いですね。でこの発想絶対出てこないもんね、普通に。そうなんです、そうなんです、東京日本からは。でなんかこうアンコールワットとかも難しいんだけど、丸三角四角で大体作れちゃうみたいで。マジで？そう、ああ作ってる。そう作ってるんです。でこの左下の今走ってたのも、これなんかああいう 川でのレースみたいなのがあるらしく、本当はカンボジアの皆さんに喋ってもらう方がいいんですけど、そう、あとねフォントが面白いとかいう話をしだしたら、それからねフォントもいろいろ、これ右上のやつが B ですね、なんかね発想が可愛いんですよ。 B だから B なんだ、 8B にしたり。お上手。実はですね、今日カンボジアの皆さんに入っててもらっていて。いいですね。そうなんですよ、みんな出てきた、すごいたくさんの方が。そう、あ、カンボジアの皆さん特にまず最初に自己紹介してもらえますか？お願いします。はい、じゃあ私の方から、私はカンボジアのシェムリアップという町におります。旅行会社で働いております。うちのメンバーは全員山本日本語学校という日本語学校を卒業してガイドになったんですね。それで申し遅れました、山口のり子と申します。シェムリアップ、そう、こんにちは、サマーと申します。はい、カンボジアからのサマーです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ジョンベプソーは席大好き芸人タコンです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。芸人ジョンベプソーは、はじめまして、大食館のソフィアです。どうぞよろしくお願いします。よろしくします。ソフィアさん、大食館って言いましたね。ジョンベプソーは日本大好きサラネットです。よろしくお願いします。お願いします。お願い、よろしくお願いします。ジョンベプソーは、はじめまして、ラーメン大好きブンヘンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんなんかすごいユニークな、ね、そう、みんないろいろありがとうございます。すごい、なんかこうやってね、なんかテクノロジーってやっぱある意味ですごくって、その先にいといて、カンボジア本当にカンボジアにいるんですよね。みんな本当にカンボジアにいますか？あれ今ちょっと多分バイクがうるさいと思うんですけど、カンボジアです。せっかくだから四国大の皆さん、そうだよね、ぜひぜひ。はい、皆さんこんにちは、こんにちは。福井にある四国大学の、この4月から4年生になりました、川村と申します。はい、同じく四国大学4年の武田翔馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく四国大学3年の磯田光です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんだからスティーム教育に関わってらっしゃる、巻き込まれてるちょっとさ、これは番組的にはですね、はい、どうしようかな。皆さんだから普段からやってんの？やってます、やってます。武田くんピックアップ、はい、中島さんはどういう人ですか？中島さんはもうめちゃくちゃ忙しい人ですかね、私が力見たらもう。中島さんから何を学びましたか？学んだことですか？学んだこと、そうですね、なんだろう、どっちかって手伝って働いてもらってるからねやっぱり自分が受けてきた教育っていうのと、うん、この小さい頃にもう全然違うなっていう教育の仕方を、まあ、間近で見てきて、やっぱりこれからの時代はそういった力が大切になってくるのかなと思いました。なるほど、うん、そしたら サラネットさん、スティームどうですか？スティームは勉強しててどうですか？難しいですが面白かったです面白どういう風に面白かったですか？なんか絵を描くのは大好きです。で、P5 で絵を描く、なんか
今は丸だけ三角だけど、なんかいろいろ描きました。アンコールワットでも、そうか、ありがとうございます。じゃあトラウデンさんからもどうも誰かどうぞ。プーヘンさん、次どんなことやってみたいですか？作ってみたいとかやってみたいとかありますか？次は、なんか動物とかを作って、あと動けしたり飛んだり音出たりしようと思っております。うーん、動物作って動くようにしたいんだ。どんな動物作りたいですか？ヘビ。ヘビか。ヘビか、怖いな。ヘビか。ソフィアさんは将来の夢って何ですか？将来の夢は大阪の万博が参加できるようにしたいです。やったー、すごい。でもちょっとカンボジア館と連携するとか ね、そういうのもできたら面白そう。ちょっとやりましょう、ね、そして中島先生からもざっとちょっと ご質問を。じゃあスマートさん、じゃあなんかまとめ的に何か。はい、もうまとめて言うか、初めて勉強したの方は難しいなと思って、もちろん今も難しいところがいっぱいありますけれども、でもどんどん自分も難しいのところでどんどんできるの方がちょっとチャレンジして、もっと難しいところももっと難しいのところ行きたいと思いますね。もう最初は丸とか楕円とか書いてて、これだけで絵とかパンダとか最初に書けていいんじゃないかなと思って、でパンダが動かすようになって、カンボジアの文化も書いて皆さんに見せられるも嬉しいなと思って、でどんどんこれよりもっとうまくできると思います。最初はもう P5 って何かなと分からなかったけど、でも初めてやって面白くなって、もしやるときに夢中ですごい何時間も書いてしまいました。すごい面白かったから、でせっかく私たちに教えるから、もしチャンスがあればカンボジアの子どもたちもこれのシェアすると、みんなが子供多分私よりもっと面白くなると思いますね。子供だからそういうアニメーションとか作られるの方がいいんじゃないかなと思ってて、で今の方が自分がもういっぱい勉強させて、でできるだけカンボジアの子供とかシェアしてみんなができるようにとしたいと思いますね。私の今の考えるの方がもう未来のというか今のステップですという感じをしています。で皆さんも日本の大学学生さんも教えてくれて、先生も中島先生とかいろいろそういうチャンスが私たちにくれるも嬉しいと思います。もちろん頑張ってやっています。ありがとうございます。ソマートさんすごい、僕より日本語うまい。すごいびっくり。ソマートさんすごく日本語うまい ね。そうなんですよ、皆さん日本語もねすごい、うん、びっくりしました。びっくり。今年はカンボジア高校は行きたいと思っているので、皆さんのお力もぜひと思ってますし、あと、ね、今日はあれですけど河村くんとか日本の大学生とか、うん、あと中高生もカンボジアの人たちが今度日本の中高生に教えてくれたりとか、でも日本の中高生の子たちも今度はまた誰かにそこに教えるというか伝えたりとかっていう感じでうわーって今なってるので、なんかちょっとクラゲ館に大量に研修するみたいな、これは全然四国と関係ないけど四国大学の君たちそのうち飲もうな。すごい。ということでありがとうございました。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 あかん。いや面白い。キョラちゃんはこの番組でもう今まで何十回と人間みんながクリエイターって言ってきたんです。で言ってきてて今日実感したね。なんかね、人間みんながクリエイター、みんながクリエイター、そういう意味のことを私言ってきたって。いやすごい、みんながクリエイター。でも私たちもまさにそう思って、まあ、スティームから発展してなんかめちゃめちゃ、ね、すごい面白い行きましたけれども、ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったな。ありがとうございます。ちょっと今回も授業の最後に課題をいただいてもよろしいですか？課題ですね。課題、自分が何をやりたいかってことが結構鍵なんですよね。でその時にあなたのワクワクなんですかと、なんかやっぱり心が躍る瞬間、あなたのワクワクを教えてくださいと、みんなでワクワク探して、それってワクワク探しもワクワクしますよね。確かに。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。写真家になりたいあなたへ、ドキュメンタリー監督になりたい君へ。
季節して私の写真展ができまして光栄に存じます。ありがとうございます。写真家のハービー山口です。写真家になりたいあなたへ、私からのトークをお届けいたします。写真家というのは最近思うにカメラが発達しまして、誰でもとりあえずは被写体は写ると。そうしますと一番求められるのはあなたのオリジナリティ、あなたの個性をいかに生かすか、同じものを撮ってもこの人はこう撮るっていう違い、それは自分の生き方とか感性とか自分の心から出るもの、それを育てなければいけない。私自身カメラに出会ったというのは中学2年生なんですけども、たまたま当時の JR の東京大田区大森駅駅前で地元の中学か高校のブラスバンドが演奏していて、それを聞いてすごく僕自身が明るくなったんですよ。で中学生になってブラスバンド部に入ってフルートを手にしたんですが、その頃体が弱くてその朝の練習とかついていけなくて退団しちゃうんですね。で非常にこの失望でした。でただでさえこのちょっと腰に病気を生まれて間もなく十数年患ってたんで、ただでさえ孤独と絶望があって友達とかいなかったんですけど、やっと掴んだ音楽への道っていうのが退団したことで、ブラスバンドを辞めたことで断たれたことのその喪失感ってすごくて、半年以上引きこもりになりまして、で中学2年になって写真部に偶然そのクラスメートが写真部入ってみようよということで勧められて、思いもしなかった写真部に入ったら、この表現でもいいじゃないかと、カメラと楽器それ持ち帰ればいいんだから、その僕の撮った写真で人を元気にできたらどんなに素晴らしいんだろうっていうのが僕の原点にありますね。やはりクリエイターっていうのは常に孤独な一面があると思うんで、自分がやってることが正しいんだろうかと、無駄な時間を過ごしてないだろうか、自問自答しますし、私もまあ、中学生の頃から数えれば50年以上経つわけで、これでいいんだろうかっていうようなことを今でも考えていますよね。そしてその中でようやくなんかこの泳いで疲れて何かこう手を伸ばしたらそこにガツンともうつかまるものがあって、つかめたもの、それがあったらやっぱり嬉しいんですよね。つい最近、まあ、それで説明すると、中島秀樹さんっていうデザイナーの方がいらして、アートディレクターの方がいらして、ある雑誌を、音楽を撮ってるカメラマン4人を選んで雑誌を作りたいと、彼の事務所に行ったら、そのあなたが撮ったいろんなビッグなミュージシャンの写真はみんな決めの写真っていうんじゃなくて、友達とか親とか親しい人が身近な感じで撮ったような写真で、それ珍しいよね、どうしてそんな近い表情の写真が撮れるんですかって聞かれて、まあ昔病気をしていてすごく人恋しかった、それでロンドンに10年いたんですけど、まあ英語もあんまり喋れないで写真だけが頼りだった、ミュージシャンの楽曲を尊敬してる、大好きだ、そんなトータルな僕の人格が彼らに見えて、自分にはキメの顔よりかなんかリラックスしたその人の心が映ってるような表情を見せてくれた。で中島さんとお話ししてて、あ、自分の個性っていうのはキメの写真よりかその人の人間性、体温が伝わるような写真なんだな、で他人の評価から自分の写真のスタイルを改めてリアライズ、感じる時があったんですね。僕自身はですね、その賞をたくさん取ってるタイプのカメラマンじゃないんですけど、自分を信じる力っていうのがそこで大切かなとは思うんですよね。続けるっていうことのパワーがあります。まあ、私自身もあと200年ぐらい頑張りたいと思うんで、若い人にも勇気を与えたいと思います。
私はあの人にカメラを向ける仕事なんだから自分が向けられるのも嫌がっちゃいけないっていうふうには思ってます。はい、ドキュメンタリー監督の大島新です。ドキュメンタリー監督になりたい君へ、お話をしたいと思います。まあ、よっぽどのこう覚悟がないとあまりおすすめできないっていうのが正直なところなんですけれども、いや難しいとかっていうつもりはそんなにないんですね。ただやっぱりなかなかこう食べていくのが簡単ではないので、やっぱり現場のその被写体とか、まあ、あるいは人物に対して、まあ、当然といえば当然なんですけど、その興味をちゃんと持てるかっていうことが大きいと思うんですよね。で、まあ、その興味を持った上でその気持ちを持続できるかっていうことがすごく重要だと思ってまして、短いものでもやっぱり数ヶ月とかかかるものが多いですよね。で、私の場合は本当に、まあ、たまたまですけどその17年かけて作った映画とかもありまして、やはりそこは自分が本当にそういうふうに興味を持てる対象をちゃんと見つけられることができるかっていうことが大きいなと。人から振られてこれやってみないかって言われて、それがたまたま自分にとってあんまり興味がないものっていうこともあります。私も経験があります。だからその場合でもどういう角度でこの対象を見つめたら自分にとって面白くなるかっていうか、そこを見つけていくのは大きいかもしれませんね。例えば仕事術として、この人のやってることを捉えたいっていうやり方もあると思うんですよね。そのカメラ暴力っていう部分でいうと、やっぱり人の日常にこうカメラが入っていって、それでこちらの解釈で切り取って世に問うわけですよね。影響力が一番あるのはその映った人なんですよ。やっぱりいろいろ人に言われ見た人からいろいろ言われたり、ああだこうだって言われたりするのは監督よりもそこに映ってる人の方が一番言われてしまうので、いろんなことをその暴力性を上回るこう社会的意義って言ったらちょっと大げさなんですけれども、そこは何なのかっていうことはまあ意識してますね。長くやってるとある程度こう自分で構成を考えてその通りに作ることもまあできなくはないんですよね、長くやってると。でもそれはまあほぼ面白みがないので、やっぱり自分の想像を超えたところに面白さがあるなっていうふうに思ってます。そのまあスタッフも一緒に作ってるんですけれども、でもディレクターはどっかで孤独になる瞬間っていうのはあるんです。でそれはまあ仲のいいカメラマンや編集マンや、まあ、あるいはプロデューサーとかもいるんですけれども、やっぱりどっかで番組なり映画なりの責任っていうのはディレクターが取らなければいけないので、まあ、そこのなんかこう孤独に耐える力とかは大事なのかなっていう。で特にそのフィクションと違うのはやっぱ生身の人を扱ってるので、面白かったとか面白くなかったとかじゃ済まされない感覚っていうのがあるんですよね。そういう部分で折れそうになるんですけれども、でもやっぱりなんかこうどっかでその良かったって言ってもらえる声とか、まあ、そこでまたまた次も頑張ろうみたいな感じになんとか保ってるっていう感じです。やっぱりですね、そのハードの進化によってソフトは変わってきてるなっていうのはもうつくづく感じるんですね。で私がまあこの仕事ついてからの、まあ、30年弱なんですけども、まあ、それ以前 の, フィルム時代のドキュメンタリーとそれから今のドキュメンタリーって全く違うだろうなっていう気がしています。でフィルム時代のドキュメンタリーっていうのは、まあ、よっぽどの特別な例外を除いては放送なら放送される時間の3倍から5倍ぐらいしか使えなかったっていうんですよね、フィルムが。でつまり1時間の番組であれば3時間あるいはマックスでも5時間しか映像を回せないっていう時代があった。でこういう時代の時に何が起きるかっていうと、やっぱりシナリオを書いていくんですよ。でそれがないと成立していかないっていう時代がありました。だから、まあ、今の言葉で言うとやらせに近いような状況っていうのも昔のフィルム時代の方が実はあったと
いうふうに聞いています。そういうシナリオありきでやってた。しかし今は、まあ、例えば1時間のテレビ番組作るのに極端な例ですと300時間とかあの映像が回ってることがあるんですね。で要はその映像を回すことがもうほぼ無限にできてしまうっていう状況のドキュメンタリーです。でこれで何が起きるかっていうと、まあ、編集時の負担の大きさとあと編集室でシナリオが作られていくっていう違いはすごく大きいですね。だから私はちょうどその世代でいうと狭間にいると思うんですけども、ビデオで撮ってフィルム時代よりははるかに回せるようになったから構成力が弱いっていうふうにもあの言われてたこともあります。それを先人たちと比べてね。で自分たちが撮るってこれを撮るんだっていうものをしっかりしたものがなくてただ無目的に回してるっていうか、だからやっぱりでも本当にこう進化ハードの進化によってあのどん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 変わってくるのでやっぱり対応していかなきゃいけないなっていうのはありますし、あのかつてのやり方のいいところもこうなんていうかな、学びながら今のこう時代に合わせていく表現をしていくっていうのはこれも本当に難しいなっていうふうに思いますね。諦めないとかね、それは大きいかもしれないですね。諦めずにやり続けるっていうのは大事かな。あとやっぱりこう自分の中で何を伝えたいのかとか何を表現したいのかっていうのはあのしっかり持ってないと、そのいろんなこうまあそのトラブルとかも含めてなんですけど乗り越えていけないと思うんですよね。順風満帆に終わる現場っていうのはほとんどないですから、やっぱりこの原点に帰るというか、これで何を伝えたいのかっていうことは、常に持ってないと、ゴールまでこう持たないという気がします。提供でお送りしました。